皆さん、こんにちは。今日は音楽界を揺るがす衝撃的な出来事についてお話しします。人気歌手愛子さんが法廷で語った驚きの証言、そしてそこから見えてくる音楽業界の闇。果たして私たちの愛する歌手たちは本当に幸せなのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まず事の発端から説明しましょう。2024年6月18日、東京地方裁判所、そこに現れたのはあの国民的歌手愛子さんでした。彼女が証人として出廷したのは、彼女の所属事務所の元取締役千葉篤被告の裁判。千葉被告は愛子さんの事務所に約1億円もの損害を与えた疑いで起訴されていたのです。しかしこの裁判で明らかになったのは、単なる金銭トラブルではありませんでした。愛子さんは法廷でこう証言したのです。全てにおいて洗脳されていました。この衝撃的な言葉に法廷は固唾を飲みました。愛子さんは千葉被告から経営が苦しいと言われ、なんと4億6千万円もの大金を事務所に貸し付けていたというのです。でもちょっと待ってください。愛子さんといえば毎回のライブは満員御礼、 CD 販売も好調で、楽曲の使用料も入ってくるはず。なのになぜ事務所の経営が苦しいのでしょうか。そこには音楽業界の複雑な仕組みが隠されていました。ライブグッズの制作費を水増しして請求し、その差額を裏金として回収する、これが今回の事件の核心だったのです。さてここで皆さんにある質問をしたいと思います。愛子さんと千葉被告の関係を聞いて、最近話題になった別の事件を思い出した方はいませんか。そうです、大谷翔平選手と彼の元通訳水原一平氏の騒動です。大谷選手と水原氏の関係は愛子さんと千葉被告の関係によく似ています。信頼していた人物による裏切り、そして金銭的な問題、まるで同じ構図が繰り返されているかのようです。水原氏は大谷選手の通訳として長年働き、信頼関係を築いていました。しかし大谷選手の名前を使って違法な賭博に手を染め、さらには選手の口座から数億円を不正に引き出したとされています。この2つの事件には共通点があります。それは近しい存在からの裏切りです。愛子さんにとって千葉被告は育ての親でした。大谷選手にとって水原氏は言葉の壁を越える架け橋であり、信頼できる仲間でした。しかしその近さゆえに疑いを持つことができず、結果として大きな被害を受けることになったのです。このような事件が起こる背景には、才能ある人物を取り巻く特殊な環境があります。彼らは若くしてスターダムにのし上がり、多くの人々の注目を集めます。そんな彼らの周りには、その名声や富にあやかろうとする人々が集まってくるのです。ここで重要なのは、才能ある人々自身が自衛の術を身につけることです。そして私たちファンや一般の人々も、彼らが置かれている状況を理解し、適切なサポートをしていく必要があるのではないでしょうか。愛子さんも大谷選手もこの経験を糧にさらに成長していくことでしょう。そして彼らの姿は同じような立場にある多くの人々への継承となるはずです。私たちにできることは、彼らの才能を純粋に応援し続けること、そしてこのような事件が二度と起こらないよう健全な環境づくりに協力していくことなのです。ネットニュースラボ。しかしこの問題は愛子さんだけではありません。日本を代表するロックバンドミスターチルドレンも同様の疑惑に巻き込まれています。彼らの所属事務所も約4億円の裏金作りを行っていたと報じられたのです。こうした事態を受けて多くのファンが疑問を抱いています。なぜこんなことが起こるの？アーティストは知らなかったの？を信じればいいの？実はこの問題の根は深いのです。音楽業界には長年にわたって築き上げられてきた独特の構造があります。アーティストと事務所の関係は単なるビジネスパートナー以上のものなのです。愛子さんの場合、千葉被告は彼女の育ての親と呼ばれる存在でした。デビュー前から彼女の才能を見出し、スターへの道を切り開いた人物。
そんな恩人のような存在に疑いの目を向けることはできなかったのでしょう。愛子さんは法廷でこう語っています。ライブで見ている景色はずっと変わらないのに、金が厳しいと言われた時に自分の中でズレが生じた。この言葉にはアーティストの複雑な心境が現れています。目の前には熱狂的なファンがいる。でも裏では経営難を訴える事務所がある。この矛盾に彼女は長年悩まされていたのです。しかしこの問題は愛子さんやミスターチルドレンだけの問題ではありません。実は多くのトップアーティストが同様の構造の中で活動しているのです。例えばロックバンドウルフルズのボーカルトータス松本さんも金銭トラブルに巻き込まれていました。彼の場合は長年連れ添った元妻との離婚騒動で莫大な慰謝料を要求されたのです。これらの事例から見えてくるのはアーティストたちの金銭感覚の特殊性です。彼らの多くは若くしてスターになります。そのため一般的な金銭感覚や経営の知識が身についていないことが多いのです。そしてそこにつけ込むのが一部の悪徳な事務所やマネージャーたち。彼らはアーティストの信頼を利用して不正な利益を得ようとするのです。実はこの問題に対する解決策は意外なところにあるかもしれません。ネットニュースラボ、それは私たちファンの力なのです。音楽業界はファンあってこそ成り立つ世界です。私たちの声や行動が業界全体を変える力を持っているのです。例えばアーティストの活動をより透明性のあるものにするよう求めることができます。コンサートのチケット代やグッズの価格がどのように決められているのか、そういった情報を公開するよう事務所に要求することもできるでしょう。またアーティスト自身の経営能力を高めるサポートも必要かもしれません。若くしてスターになった彼らにビジネスの基本を学ぶ機会を提供するのです。そして何より大切なのはアーティストとファンの信頼関係です。愛子さんは法廷でこうも語っています。今音楽を続けられていて本当にホッとしています。この言葉にはファンへの感謝の気持ちが込められているはずです。私たちファンがアーティストの音楽を愛し支え続けることが彼らの力になるのです。しかしここで注意しなければならないのはアーティストを過度に神格化しないことです。彼らも人間です。時に間違いを犯すこともあるでしょう。大切なのはそんな彼らの人間性も含めて受け入れ共に成長していく姿勢なのです。さてここまで音楽業界の闇ともいえる問題について見てきました。確かにこれは深刻な問題です。しかしこの問題が明るみに出たことで業界全体が変わるチャンスが訪れたとも言えるのです。愛子さんやミスターチルドレン、そして多くのアーティストたちが直面しているこの問題、これを乗り越えることできっと彼らはより強くより輝く存在になるはずです。そしてその過程に私たちファンも関わることができるのです。音楽には人々の心を動かす力があります。その力を信じアーティストとファンが手を取り合って前に進んでいく、そんな未来が今まさに始まろうとしているのです。皆さんはどう思いますか？この問題についてあなたの意見をコメント欄で聞かせてください。そしてこの動画が少しでもこの問題への理解を深めるきっかけになれば幸いです。最後に愛子さんの言葉を借りて締めくくりたいと思います。ちゃんと心の底から反省してほしいです。この言葉には音楽への深い愛とより良い業界を作りたいという強い思いが込められています。私たちもこの思いに応えていきましょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。